はい。皆さん、こんにちは。機械系男子のケムチです。今回はですね、僕の読書習慣について、大学生の時から読書を続けてて、社会人2年目なんですけども、読書習慣が変わってきたかなってのを実感したので、まあ、今回はですね、読書習慣とか、あとはね、一冊の本を読むのにどれくらい時間をかけて読んでるかとか、時間をかけてというか時間かかっちゃってるんだけども、まあ、どれくらいのペースで本を読んでるのかなってのを、まあ、その、読量記録を元にお話ししていこうかなって思います。今出てるのが、これが、 えー、僕の読寮記録なんですけども、読寮記録はね、2022年からつき始めてて、まあ、今年で今3年目をね、つけてる途中なんですよ。だ基本的にこの2022年と2023年の読寮記録をもとに、まあ、自分の読書スタイル、読書のペースだったり、まあ、読書の習慣がどれくらい変わってきたかっていうのをお話ししていこうかなって思います。で、この2022年の4月1日までは、僕はまだ大学院生だったので、 ここら辺はね、たいね、その、毎日本読んでたんですよね。電車の中で毎回僕は本を読んでたので、電車を使う日があれば絶対本読んでたっていう感じ。毎日研究室に行くし、土日とかだったらバイト行くから電車使ってって感じで、本当にね、読まない日はなかったかなぐらいな感じで毎日読んでたんですよ。その時の記録としては、だいたいね、一冊の本を読み終えるのに2週間ぐらいかかってるんですよね。まあ、坂の上の雲のね、1巻、2巻、3巻、4巻とか見てると、 まあ大体綺麗に2週間ぐらいかな。10日とか13日とか、そこら辺がね、多いかなって思います。ただね、この、坂の目の雲の,の6巻と7巻のね、違いをね、見てもらえればすごいわかるんだけども、6巻は2週間で読めてるんだけど、7巻はね、これ1ヶ月以上かかってるんですよ。これがね、社会人になったタイミングで、読者のね、ペースがガクンと下がったんですよね。それまでだったら、電車乗って、 え、本を読んでたのが、社会人になって電車乗らなくなっちゃったんですよね。だからね、本を読むタイミングがね、全くな、くなっちゃったんだよね。でもちょっとそれじゃやばいぞ、と思って、意識的にね、自分から本を読むっていう習慣をね、えー、つけ始めていったところなんですよ。でもやっぱりね、スピードはすごい落ちてね、坂の上の雲も1ヶ月ぐらいかかったし、本日はお日柄も良くとかも1ヶ月かかってますね。で、バターはね、これね、2ヶ月半かかってるんですよ。 まあちょっと内容がね、重たかったから、これでかかっちゃったのかなって思います。あとはね、沈黙もね、やっぱ内容がね、重すぎてね、僕的にはこれ体感2ヶ月ぐらいかかったような記憶だったんだけども、意外と1ヶ月で読めてますね。まあでも1ヶ月もね、長いけどね。ただまあそれ以外はなんか意外とやっぱり、その、自分の部屋に帰ってから読むっていう心がけをしてたせいか、まあ2週間ぐらいとかで、10日とかで読めてるような本が多いかなと思います。 で2023年ですね。まぁ、あ、2023年はね、このカラマー族の兄弟でね、半年間使っちゃってるからね、上下巻だけで。もうそれぞれ2ヶ月ずつかな。だからカラマー族の兄弟で半年潰した後に、それ以降で、残りの半年でこれだけ本を読んだような感じですね。2023年はですね、読書の転機がありまして、このシャドウっていう本ですね。この本をね、 一日で読み終えてるんですよね。で、これをきっかけとして、自分が意外に、意外と読書自給力あるんだっていう風のを認識して、そっからね、その、一回で読める量が増えて、ここら辺はね、読書のね、スピードが上がったような気がしますね。一冊の本に書ける期間っていうのが、まあ、短くなったような気がします。でもなんか、ま、記録見てると大体やっぱ一週間が10日ぐらいかかってますね。でもま、あ早いやつだと4日ぐらいとかで終えてるので、やっぱり上がったんですけども、 12月とかに差し掛かってくると、また下がってくるんですよ。これはまあ12月はちょっと忙しかったっていうのもあるんですけども、この12月とか、あと今年入ってからですね、1月入ってからの,の読書のスタイルですごい大きく変わった点としては、それまでだったら、できるだけ毎日本を読もうっていう意識があったんですよね。でも最近ね、2024年に入ってからすごい顕著なんですけども、平日ね、会社終わりに本を読むってことが全然なくなったんですよ。平日はね、全然本読まない。で、週末にまとめて読むみたいな。 平日もね、読める日があったら、定時で帰った日とかがあったら、ゆっくり読むっていう日もあるんだけども、結構ね、平日はね、本を開かないことが多くなりましたね。だからもう今ね、読書週間で言うと、1週間にね、2回か3回ぐらいしかね、本を開かないんですよ。でもその2回ぐらい開いた時に、まあ、まとめて、100ページとか200ページ読んで、まあ、読み切るみたいな感じのね、読書スタイルに変わってきてるんですよね。まあ、これもね、やっぱり環境が変わるとね、毎日の習慣に、 読書が組み込めるんだったら、多分それを組み込んだんでしょうけど、結果としては、えー、社会人2年続けて、やっぱまとめて読んだ方がいいかなって、楽しめるかなって、ゆったりできるかなってことで、結構今ね、平日にね、あんまりね、本を開かなくなってきてるんですよね。でもそれでもね、そんなにその、スピードは下がってないから、結果的にはね、毎日本読んでた時と、一冊の本にかける時間っていうのはあんまり変わってないんだけども、でも実質、一度で読める量が増えて、 実本に触れてる時間っていうのは、まぁ、あ、ちょっとね短くなったような気がします。ただやっぱりね、いつも言ってるけどね、本を紹介する YouTuber としてはね、圧倒的にね、本を読んでる数が少ないんですよ。冊数が少なすぎて。もうちょっと増やしたいなって思ってるところもあるので、一冊の本にかける時間っていうのは、もう少しね、短くしたいなっていう風な、平均して一週間に一冊ぐらい本を読んでるようなペースにね、上げていきたいと思ってるので、まぁ、あ、平日もね、まあ、読書をする日とかを意図的に入れて、まぁ、あ、なるべくどんどん本を読んでいきたいなって。 思います。はい。まあこれがですね、読量記録から分かる読書習慣のか変わり方ですね。で、まあここからね、ちょっと雑談に入っていくんですけども、雑談っていうか、もうこっちがメインな気もしますけど、じゃあ、すごい早く読めた本とか、さらさら読めたような本ってのは、実はね、意外と読みやすい本ってね、中身を忘れたりすることって多いんですよね。だからね、僕はね、最初ね、結構ね、夏目漱石さん読んでたんですけども、この、ぼっちゃんとかね、もう今ね、全然中身を忘れてるんですよ。 どんな話だったかってあんまり覚えてなくて。大体は覚えてるんですよね。主人公が松山の中学校に英語教師として赴任した時の話。でもその中学校でどういうことが起こったかっていうのは実際に、ね、あんまり覚えてないんですよね。でもね、すごい読みやすかったっていうことだけは覚えてるんですよ。で、まあ面白さで言うとね、森見富彦さんの夜は短し歩けよと思ってとかも、これすごい面白くて中身もすごいちゃんと覚えてるんですよ。本も読んだし、映画でもね、えー、見たんで実質2回読んだような感じなんだけども、 でもね、これ不思議なのが、面白かった本って、じゃあもう一回読もうってなるかっていうと、あんまりね、そういう気が起きないんですよね。でこれもね、すごい面白かったんだけども、すごい面白くて、小説って面白いなって思わせてくれた本なんですけども、実はね、まだ一回しか読んだことないんですよ。二回目読んだことなくて。意外とね、面白い本ってね、あんまりね、なんか二回目読もうって思わないんですよね。それとはね、対応をなして、なんかね、面白くもないんだけども、なぜかね、このグビジンソーっていう本は、三回読んでるんですよ。 謎に謎に3回読んでて、すごい面白かった本でもないし、後味がいい話でもないんですよね。夏目漱石の心と同じような感じでね、ちょっと後味が良くないような本なんですよ。なのにね、なぜか3回読んでるんですよね。これもね、ちょっと謎なんですけどね。でもそうやってなんか謎に3回読んでる本もあれば、ちゃんと意図的にね、もうこれは何回も読みたいと思ってね、自分の中の一番のお気に入りの本として、これもね、3回読んでる本ではあるんですよね。で、あとはね、やっぱ本を読んでるとね、たびたび話題に上がるんですけども、 ま難しい本を読んだ方がいいんじゃないかって思われてる方もいるかもしれないんですけども、難しい本はね、これこそね、やっぱね、2回目を読むことを前提としてね、読んだ方がいいかなって思います。例えばね、この10秒限近鉄とかね、これなんかネットでね、結構読んだ方がいいよっていう本に上がってくるんですけども、僕はね、そのサイトをね、読む、読むたんびに毎回思っちゃうのがね、本当にこの本読んだのって思っちゃうぐらいに、この本めちゃめちゃ難しかったんですよ。すんごい難しいし、 なんならね、日本語としてね、読みづらいところがあったんですよね。海外の本を翻訳されて日本語になってるから、めちゃめちゃ読みづらかったんですよ。日本語で言うと、やっぱ否定か肯定かが一番最後にわかると。なんちゃらなんちゃらなんちゃら、でないっていう風に書かれてるんですよ。で、そのね、なんちゃらなんちゃらが長すぎて、どこにその否定形がかかるか全く分かんないっていうのが何個かあったんですよ。そういう意味でもすごい読みづらいし、すごい難しかったから、これはね、本当にね、これ、 人に勧められる本なのかって僕はね思っちゃったけどね。でもまあ、ひろゆきさんとかは勧めてるような本なんだけども、これはね、どんなにね、歴史が得意でもね、2回ぐらい読まないとね、よくわかんないと思う。なのでね、難しい本をね、読んでね、すごい実りがあるかっていうとね、実際やっぱりね、よくわかんないことが多いから、あんまり難しい本ばっかり読んでてもね、そんなにね、意味はないと思っちゃうんだけど。あとはね、最近ね、純文学を読むようになってきて、この、まあ、紫のスカートの女とかね、あとコンビニ人間か、 あと、宮本てるさんとかですね。ここら辺をね、読んできてるんだけども、純文学を読んで、思ったのはね、純文学はね、人を変える力があるなって思ってきたんですよ。すごい劇的に変えるってわけじゃないんだけども、なんかね、行動をね、変えさせてくれるような、そんな力があるなって思ってるんですよ。ちょっとね、まだね、うまく言葉では説明できないんだけども、なんかその、例えば最近すごい話題になった、性欲とかね、最近の現代文学すごい考えさせてくれるような本が多いんですよ。流浪の月とか。 ここら辺の方がすごい考えさせられる新しい価値観とかをもらえるから、こっちの方がすごい人を変えるんじゃないって思うんだけども、なんかね、どちらかというとね、やっぱりね、純文学の方が人を変える力を持ってて、ここら辺の方はね、すごい考えさせてくれるんだけども、自分の行動が変わるかっていうとね、意外とね、変わらないっていうか今まで通り、ちょっと心がけるぐらいな感じの方が多い気がするんですよ。めちゃめちゃ考えさせてくれるんですけども、これもね、イメージとしては、 あのー、社会の授業の資料集ってあるじゃないですか資料集で歴史の風,風刺画見たりとかなんかその写真を見たりとかっていうなんかねそんなイメージでねあくまでその新しい知識のイメージの補完みたいな感じかな補助の役割みたいなそういう考えさせられる本って行動が変わるかっていうと行動が変わるっていうよりかはイメージがしっかり自分の中でつかめるようなそんな感じかなっていう風な。 本が多い気がしますね。まぁ、あ、ちょっとね、わかんないんですけども。でも純文学もなんでそんな行動が変わるかっていうとね、これもね、うまく説明できないんですよね。また今度はまとまったらね、ここら辺もついて話したいなって思いますけど。まあそんな感じですかね。あとはね、やっぱ個人的にすごいお気に入りの本とかって、やっぱ何回も読み返そうとかって、これはもう何年も何年も読,読もうっていうふうに思える本とか、坂の上の雲とかね、これはね、ハッカーもあるからなかなかね、その、毎年毎年読もうって思えないんだけども、これもね、 長いスパンで見て何回も読もうって思えるような本で3年後ぐらいかな多分この本をもう一回読むのは3年後ぐらいにもう一回読んででそっからさらに5年後ぐらいにもう一回読もうっていうようなそんな感じの本なんですよだからね本ってねやっぱ面白くてねすごい面白かった本がじゃあじゃあこれを何回も読み返そうってなるかっていうとどうしてもやっぱ1回目に比べて2回目の方が劣っちゃうからね中身知ってるからそのどんでん返しとかもあったりするとそれも知っちゃってて 面白さがね、半減しちゃうっていうのもあるんだけども、やっぱりちょっと面白い本っていうのは2回目の時はね、面白さが半減したことにちょっとがっかりしちゃうことが多いので、あんまりね、読み返そうって気にはならないんだけども、かといってね、じゃあすごい難しい本を何回も読もうって思えるかっていうと、やっぱこれはね、思えないですね。でも謎になんか3回とか4回とか読んじゃう本もある。別にそんなすごい好きでもないのに、面白くもないのに、なぜか読んじゃうような本もあるし、何年か後にもう一回読もうっていうふうに、意図的にもうそこに、 ここでもう一回読むというふうに決めるような本とかもあったりして、やっぱね、これね、結構面白いんですよね。読料記録とかも合わせてみるとね、結構面白くて、この時はすごい時間をかけて読んだけども、でも2回目読んだらサラサラっと読めたなっていう、まあ、自分の成長を感じられたりとかもすると思うので、まあ、読料記録ね2000、僕もね、2022年からしかつけてないんですけども、ちょっとね、今読書をしてるような人は、えー、つけてみると結構自分の成長とかも感じられて面白いので、 つけてみるといいかなって思います。まあ、そんな感じで,ですね。今の僕の読書習慣、読書のスタイルと、あとはね、ちょっと雑談で、もう一回読み返そうって思えるような本とかね。そこら辺をね、少し雑談程度にお話しさせていただきました。ま,あ、またなんか自分なりの考えがまとまったら、ここら辺についてもお話ししていこうかなって思います。それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。